皆さんこんにちは、山沢です。本日ついについにレイズよりプロテインが発売決定しました。もうね、何年もかけてやっとやっとね、理想のプロテインを実現することができたんで、僕はもうね、楽しみで楽しみで仕方がなかったんだけど、早速一番大事な価格の部分と、そしてね、味のレビューを一個一個やっていきたいと思います。まず金額の方がですね、通常価格が2980円です。やはり近年ですね、ホエイプロテインがものすごく高騰している時代で、そんな中でもいつでもね、1キロ3000円程度で買えるようにしたいという思いで、2980円という定価をね、実現させることができました。そしてさらに発売を記念して、2315円で購入できるクーポンをご用意しました。このクーポンは Amazon の購入ページにクーポン適用のチェックを入れる部分がありますので、ぜひそちらからお使いください。そしてさらにですね、 Amazon 定期便を選んでいただけると、通常価格より5%オフになりますから、なんと1キロあたり2166円で購入することが可能です。皆さん金額の方いかがでしょうか。1キロ販売でこの価格で出せるのは、僕が調べた中ではもうレイズプロテイン最安値でございます。これはね、やっぱ自分がプロテインを作るってなった時に、もう世の中にさ、美味しくて安いプロテインって今たくさん出てきてるから、もう同じようなものを作っても意味がないなと思って、だったら圧倒的に美味しくて高品質、そして低価格、これをもう実現させるプロテインを作りたいという思いでスタートしました。僕はね、このレイズのプロテインを日本一多くの方に愛飲していただけるね、プロテインにしたいなという思いと、現代のプロテイン市場に革命を起こしたいという強い信念を持って、やっと実現させることができました。なので日本中のね、たくさんのトレーニーの方に飲んでいただきたいんですけど、今回一つだけごめんなさい。このレイズのプロテインをね、一人でも多くの方に飲んでいただけるように、今回割引に関してはお一人様1フレーバーにつき1個までとさせてください。つまり5種類全部別々の味だったら、全てにクーポン割引が適用されるんですけども、同じフレーバーを2個目3個目っていうのはクーポン適用されなくなってしまいますので、そちらご了承ください。ただ十分な在庫を用意しているつもりではございますが、もう発売前から大変反響を呼んでおりますので、万が一売り切れてしまった際はご了承ください。あとね、やっぱ EA の時もそうだったんだけど、転売目的での購入ってのが行われてしまったので、この転売目的でのご購入はご遠慮ください。転売の対策につきましては Amazon およびね、顧問弁護士と一緒に対応していく形と今はなっております。じゃあ早速飲みましょうでは早速味レビューしていきたいと思います。まずは王道のチョコレートからいきましょうか。で、レイズのプロテイン、美味しさだけじゃなくて溶けやすさというのをこだわりました。ダマになりにくい。で、おすすめの分量としては水200に対してプロテイン 30g。 意外と知らない方多いんだけど、必ずね、粉は後から入れるようにしてください。水先。そう、こんな感じで溶けやすくて、一旦全部作ろうかな。できました。溶けがよくね、泡立ちが少ない仕様になってます。さあ、ではチョコレートからいきたいと思います。あ、うまいなこれチョコレートのこだわりは、チョコレート感がしっかりある味なんですよ。中にはチョコレートのプロテインってこう味が薄いなって感じるものがあるんだけど、それね、ココアパウダーの分量が超重要なの。なんかもうレイズのプロテインね、20種類以上のココアパウダーの中から一番美味しいやつ選んでふんだんに使用したので、濃厚でコクがある、ね、チョコレート風味になっております。うまい、甘さもちょうどいい、完璧。続いてカフェオレいきたいと思います。自信作の一つ。うまい超クリーミー。このカフェオレは濃厚なクリーム感を出すために何回も試作繰り返したんで、ただ甘いだけじゃなくて、すごいリッチでコクのあるカフェオレになっております。いや、すごく上品なね、クリーム感、うまい。じゃあか全部そこ減量中だからあんまプロテインね飲めないんだけど、うめじゃあここでちょっと酸味がある系いきましょうか。続いてベリーいきたいと思います。これやっぱ好きな人は好きだよね。あー、いい酸味、うまい、めちゃめちゃうまい。ベリーはこうクリーミー感、ミルク感を逆に抑えて、しっかりベリー好きのために酸味強めにしてあります。だからこういちごミルクみたいな甘ったるい感じじゃなくて、程よい酸味とすっきりした味わいになっております。では続いてヨーグルトいきたいと思います。あー、これもコクがあってうまい。これやっぱヨーグルトを作る時のこだわりはね、
濃厚さなんですよ。だからその濃厚さを出すために牛乳を発酵したパウダーってのをふんだんに使ってあげることで濃厚なヨーグルトフレーバーになっております。じゃあラストはもう一つね、私もそのお気に入りミルクティーいきたいと思います。もうこれ匂いからね、茶葉の匂いがね、いい香りなの。いやすごいわこれ、うまいもん。いやこれ何がすごいかって、プロテインって言われなかったらわからないぐらいミルクティーなんですよね。ミルクティーだよって言われたら本当にミルクティーだと思うぐらい。これね、ミルクティーは茶葉をふんだんに使うだけじゃなくて、茶葉から旨味をしっかり抽出したものだけを使ったんですよ。超クオリティ高い、後味もいいし、いい香り。そんでね、これね、僕のお気に入りなんですかってよく聞かれるんだけど、やっぱね、僕根っからの甘党なんで、もうこのカフェオレとミルクティーでね、これがね、優劣つけがたいんだよね。どっちもうまいから。で、昨日マネージャーと僕の実の姉にね、5種類全部試飲してもらったんだけど、もうほんと2人ともね、大絶賛してくれて、で、前さ、お姉ちゃんに僕プロテインあげたことあるんだけど、何個か。それ味がダメで飲めないって言われたのね。だからそんな姉ですら、この5種類は本当にうまいって言ってたから、マネージャーの一番お気に入りがミルクティーで、僕のお姉ちゃんのね、一番のお気に入りはベリーだそうです。はい、ではそれでは最後にね、このね、プロテインの思いだったり、僕の今後の目標についてお話しさせていただきたいなと思います。まず今後の目標ですけど、今目先の目標としては、8月26日に出場するフィジークの大会、これで必ず優勝すること、そして、レイズのプロテインは、日本一のプロテインブランドにしたいという思いでおります。そして、フィットプレス24を1000店舗、現在は年内100店舗を目指して、フルコミットで動いております。僕はね、本当に何もなかったところからスタートしてね、今思うと挫折もたくさんあったし、苦労もたくさんあったのかなと思うんだけど、日々トレーニングに励んで YouTube 何年も何年も更新したり、コツコツ努力することでね、本当にたくさんの幸せを叶えさせてもらった。今の自分があるのは、たくさんね、動画見てくれてる皆さんがいなかったら、こうやってプロテインを販売することもできてないし、今ね、周りにたくさんの一緒に戦ってくれる仲間だったり、支えてくれる人がたくさんいるから、僕はね、トレーニングや栄養補給のこのサプリメントの部分も、少しでも手軽により多くの人にね、届けたいなと思って、このね、レイズやフィットプレスのサービスがスタートし、今日までようやくたどり着きました。ただね、まだまだほんとこれからです。僕はプロテインを販売したかったわけじゃなくて、もう日本一多くの方に愛飲されるプロテインブランドにしたい。そのためにはね、やっぱこの一度しかない人生を全力でね、自分ができること、自分の使命を全うして、少しでもね、多くの皆様のため、そして何より自分のためね、これからも頑張っていきたいと思います。では本当にプロテインも僕が飲んだ中で一番うまいってね、本当に思ってるの。だからそう思ってくれる方ね、いっぱいいると思うからね、ぜひ飲んでほしい。超超自信作でございます。ぜひ皆さん概要欄から Amazon リンクチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。プロテイン。